塩グッチョキャップ。わ、溶かしてるじゃん。そう、ここにね、プレゼントを置こうと思います。おちょっと待って、用意するから。はい、用意ダメだよ、見たら。見てないよ。見たらダメだよ。見てない。ちょっと大きいからね、気をつけて。はい、うん、はい、いいよ。あぁ思い出ビデオです。おぉ、30分あるから。すごい。うなぎ見させてもらうか。見よう。りさこのさん、終わりました。ありがとうございました。どうでしたでしょうか。素晴らしかったです。さて、では本題に入りますか。はい、それでは私からのクリスマスプレゼントは、はい、こちらです。目を開けてください。え、これ何、しびれるやつとかじゃない、うん、え、そういうのはやめて、本当にしびれるやつは、うん、でも私の手しびれてないから今。あ、そっか。怖っ、怖っ、怖っ、ちょっと怖っ。え、何をする気。え、ちょっとしびれるのは本当にやめてよ、うん、そういうの苦手だから。知ってる。音もならないよね、うん、え、プレゼント、うん、え、かわいい。え、サトシとピカチュウ、うん、何が始まるの。ゲームが始まるよ。え、どういうこと。ヒント、うん、ゲームの始まりです。ピカチュウがなんて言ってるか。ピカチュウが、うん、おい、サトシ。おー、あ、サトシ？サトシ？これはもしかして？あれ？サトシに2枚目のカードが隠れています。まあ、この中ですよね、ありましたね。あー、何書いてある。富士山？富士山とアメリカ？おう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 。富士山？もうちょっとこう広く考えてみて。日本で一番高い山。あシンプルに、何これ。山。おう、本当にゲームみたいになってる。そうだから本当にゲームじゃん。山がつくもの。何このアメリカ。結構アメリカの方がヒントかも。ヒントっていうか、アメリカといえば何をパッと出る。ん、アメリカといったら、うん、オバマ。オバマといったらニュースウィーキャン。おう、え、英語。山を英語にしたら何ですか。マウンテン。うん、この家にマウンテンあったっけ。マウンテンある。嘘でしょ。マウンテン、かわいそう。泣いとるわ今頃。マウンテンが忘れた。あ、テーブルだ。思い出した。よし、アウトドアのテーブルがマウンテンですよ。もしかしてもうプレゼント置いてあると思ってる。その歩き方。そう。え、これ、え、どれ。それさ、私のアルファ6400です。何これ。修理に出すやつです。この下でしょ、先生。分かっとるよ。違う、スインボルト。お、すごい、分かったね。上手？いいか、下手すぎる。ねえ、これ多分刺してる方向でしょ、多分。どうせこの中でしょ。だからさっきからトイレ何回も行っとったのか。トイレは本気で行きたかった。それは結構単純な考え。ボルトって聞いたら、なんて思う。早い。うん、
足が速い。おお。足が速いでしょ。うん。足。うん。まさか。いつ入れる。違うな。あ、靴だ。正解。え、違う？この中でもウサインボルトちょっとこれしかないでしょ。ごめん、そこまで深く考えてる。普通にスポーツ系のシューズじゃん。ヒント欲しい？うん。私はマスキングテープを持ってきました。ということは、そういうことか。ああ、わかった。外だ。ないね。あったー。あったー。こんなところにあったー。白団子なんてある？団子はだいたい白いんじゃん。確かに。ヒントが隠れてる場所なわけよ。さっき味噌。うん。味噌の裏だ。赤味噌の裏でしょ。正解でしょ。え、ない。え、まさかこの味噌の中。あった。さすがに人ん家の冷蔵庫開けないよ私。あ、そうか。うん、でも味噌は合ってる。え、味噌は少しかないぞ、うち。あるよ。え、味噌あったっけ。あるよ味噌。何？ヒントは味噌。味噌だけ。あ、味噌マドラーだ。の下だ。その間に入れたの。その緑のコップ移動させました。あもうね、これ一発でわかる。明大前。ブーえ。下北沢古着。正解。下北沢で買った、古着屋さんで買った服にヒントを隠そうと思ったら、今日着てるじゃないですか。あ、着てましたね。もうゴールに近づきました。はい、最後のヒントはそこに、ここにあります。何これ。声に出しちゃダメだよ。うん。え、来ました。かぶってる。え、開けてください。はい、その数字を入力してください。はい、お、これここにありましたね。でーん、私からのクリスマスプレゼントです。かぶった。すごくない。こんなことある。だからよ。すごっ。いいですか。はい。おお。食べたんじゃないでしょ。本当だ。忘れてるんだよ。はい、ということで最近とても大事なものをなくしましたね。データ。だから1年分のやつをまとめて動画にしたの。あ、そういうこと？そう。やば。持ってないでしょ。持ってない。ああ、いいね。いや、めっちゃよかった。1年間を17分でまとめてみました。ありがとうございます。ビッグサンタ
ミニサンタのサンタ1。サンタ1、サンタ2、サンタさん。サンタさん。呼び捨てだからこの2人。サンタさんだけしっくりくるね、うん。だってサンタさんだけちゃんと座ってるもん、ほら。地位が違う。